はい、今日は西成に行きます。今日も西成に行きます。今日はですね、なんとこの西成のこういう道路に行ってます。知ってる人は知ってると思いますね。こちらに行けば冠屋さん、こちらに行けば研ぎ足し道ね、淡路山さんがある道です。そこで何をしてどこに行くかというと、なんと8打数2安打の洗濯機があると。どういうことかとね、まあ、タイトルにもありますけど、8打数2安打のコインランドリーに行ってみたいと思います。これです。知ってる人は知ってるコインランドリーの、ちょっと入っていきたいと思いますね。8打数2安打、どういうことなんでしょうか。まあ、ちょっと入ってきましたけども、洗濯機使いますね。これ故障、これは使えるんですね。で、故障で、ここに乾燥機がこうぐーっとあって、故障、洗濯機、故障、また故障、これ故障、8台やって2台しか使えない。これが8打数2安打のコインランドリー洗濯機、素晴らしいですね。こんな風になりますけどね、素晴らしいです。さすが8打数2安打。皆さんもここで洗濯してください。